ははいいそれでは再開いたします、えー、さて、今回はですね、えー、労働基準法の4回目ということで、えー、123ページから174ページまでとなっております。えー、123ページはですね、えーま、年次有給休,休暇の途中からと、えー、いうことに、えー、なります。で、この年次有給休,休暇の、ま、全体像っていうことで、ま、例えば、ま、6か月働いて、ま、10日分の年休券が発生したというですね、えー その10日分の年休券の発生というのは法律上当然に発生するとでその上でですね何月何日に休むかっていうのは労働者が決めるっていうことでこれが労働者の時期指定権ということになりますでその上で会社側がですねその休まれても問題ないってことあればそのままですし一方でその休まれるとちょっと仕事が忙しいんで別の日に変えてくれっていうのが時期変更権というですねそういう対応関係になっておりますその何月何日に休むっていうその日付の特典の話っていうのが まあこれが見ていくえ3節のえ年給のまあ特定の部分ですねの四角の位置次期指定権とまあ時期変更権というですねえ取り扱いになっておりますであのまあ労働者がですねまあ自分で日付選べるってあのまあ労働者のなんかえのためになってるっぽい有利っぽいっていうところがあるじゃないですかただこれ実はですね裏事情がありましてあのー まあ、いわゆる戦後ですね労働基準法が、えー、できた時にですねあの年給の仕組みを作りなさいと、まあそのまあ、国際標準的にもその年給の仕組みっていうのはまあ存在していたので、まあ、日本のこの労働基準法でもこの年給の仕組みをまあ作りなさいっていうふうにまあ言われたんですね。で言われてまあ作ることになったんですけどもあの諸外国では年給っていうのはあの発生したら年給権発生したら企業が従業員に取らせる義務が えー、あるるっっててうでですすねね、えー、仕組みになってるんです、ね、あの取らせなきゃいけない義務っていうのが会社側にあるという話があったんですけども日本でそれいきなりやると,あのちょっとそんなに休まれるとちょっと正直困ると、えー、いうことで、まあ、そこであの挙手制にした,いしたんですねあの何月何日に休みたいか言ってくれというですねあの 労働者ににってもらう方式にしたんですよで、まあ、それがまあ次期指定権ということになりましてであの、まあ、国民性なのかあのあれですよあの年給取りたいやつ行ってみろボキボキボキみたいなですね言われるとあの取らせてやるから行ってみろみたいな感じで言われるとですねあのいや取らなくて。 結構ですみたいなですねいうまあ感じですにジャイアントのみだくんじゃないですけどもまあなりがちなわけですよね。ということであの労働者が行って取るっていうまあ仕組みになったので,でそれでまあなかなか労働者が言い出せずですねであの,他の周りの人間もまあ取ってないのでちょっと自分も言えないしみたいなあのちょっと年休取りたいって上司に言おうとすると女2の形相でなんか仕事していて。 ああみたいなですね。まあそういうのは今時ないと思うんですけどもある分かんないんですがまあいうことでまあ年休がまあ取りづらい原因の一因になってるとで、えー、いうですね、えー、まあことになります。まあそれでまあ年休の取得率がまあなかなか高まらないっていうことでまあ後付けで。 えー、そのですね、えーまあ、計画年休であるとか、えー、その5日間の指定義務っていうのがまあ追加されたんですけどももともとの原因は、えー、その指定権っていうまあ仕組みですね、まあ、これを作ったところにあると、まあ、それが年休取得率の伸び悩みのですね、まあ、原因であるとまあ言われているということになります。でまあそんな話はまあ置いといて、まあ、本題に入っていきたいと思うわけなんですが、まあ、条文構成としては。 その時期指定権に関して言うと、まあ、労働者が請求する時期に与えるということで、まあ、労働者が何月何日っていうふうに日付を指定するということですね、まあ、逆に言うと、まあ、その請求をしない限りはです、ね、その年給権というのはこれ宝の持ち腐れということになります。 で、まあ、仮にですね、まあ、年金を請求したと、いう場合ですね。まあ、それで、まあ、業務に支障がなければ、まあ、そのまま通るわけなんですけども、一方で、まあ、その日休まれるとちょっと困るよと、まあ、いうことであれば、まあ、時期変更形の行使っていうのが、まあ、使用者に認められているということに、なっています。で、その、まあ、その日、まあ、忙しいので、休まれると仕事が回らなくなると。 えーいうことで、まあ、事業の正常な運営を妨げる場合はですね他の時期にこれを与えることができると、えー、いうことになります。っていうところでまあ見ておいてください。えー、でまあこれがまあ条文の話ということになります。でこの時期指定権と変更権をめぐってはですね、まあ、いろんな裁判が行われてきて、まあ、要はまあ労働者が年給取りたいと言ってであのいや会社側が取らせないって言ってでそれであの 取らせた覚えはないと認めた覚えはないっていうことで、その労働者が免許取ったよ欠勤扱いにして給料をもらえないみたいな、でそれで労働者側がま裁判を起こしてみたいな、まあ、それで、えー、まあ、争われた事案っていうのがまあたくさんあるっていうことですね、A になります。でまずはあのまあその代表的なものがまあ2番なんですけども、まあ、この時期指定権とはってことで、えー、ありまして、えー、これが、えー、白石英、えー、林所事件ですかね。 えー、いうので、まあ、非常に、えー、有名な判例ということに、えー、なって、えー、おります。で、まあ、これはですね、あのーえー、時期を、えー、請求する時期に与えなければいけないっていうのは、す、え、で、ー、に発生している年次有給休,休暇の、えー、経緯について、具体的時期をまあ特定するためということで書いています。 まあ6ヶ月間で10日分の年休券の発生っていうのはまあこれ法律上当然に発生する部分でまあこれについてはもう請求とかもちろんいらないよということですね。でこの条文で言っている請求っていうのはその,まあその10日分あるっていうことを前提にまあ何月何日っていうまあ具体的な時期をまあ特定するのにまあかかるえ言葉なんだよっていうですねえことで書いております。でさらにそのまあ時期指定の効果に関して言うとまあこれはまあその後ですね えー、使用者の適法な時期変更権の行使を解除条件として発生しているので、えー、この使用者の承認とかを入れる余地はないっていうことで書いておりますでその左側に、まあ、使用者の承認によって年給、えー、が成立するわけじゃないよっていうことで書いておりますでまあこの解除条件っていう言葉が、まあ、かつて選択へ抜かれて、まあ、停止条件が解除条件かっていうことで選ばせる形だったんですけども、まあ、そのそれぞれの意味合いっていうのをですね、まあ、こちらで、えー、見ておきたいと思います えこちらでですねで停止条条件件と開示条件で結論的にはまあ開示条件ということになるわけですけどもでまず、停止条件に基づく年給成立のの考え方ってここうなんですねこの労働者が何月何日に請求取りたいということで、まあ、年給を請求するとで、この請求しただけではまだ、年給の効果っていうのは成立していないよっていう。 で使用者がまあその日にとっていいよっていうふうにまあ承認することによって、えー、その年給の効果が成立する、まあ、つまりは、えー、使用者の承認があるまでは年給の成立の効果は停止されるよってことで、まあ、停止条件いいいうです、ね、言い方をえしていますで一方で会条件っていうのは労働者がまあ時期指定をするとで時期指定をしてでその段階でも年給は成立してるっていう考え方 なんですねでその上で使用者がいやその日はちょっと仕事が忙しいんで休まれると困るっていうことで他の日にしてくれってことで、まあ、時期変更権を行使することによってその成立の効果が解除されるっていうことでこれ解除条件いう言われ方をしていますで、まあ、最高裁の判断としてはこれは年休の時期指定の効果は除条件、えー、この変更権の行使を 解状権として発生するんだっていうですね、まあ、そういう言い方をしているということで見ておいてください。でまあ何か言ってること,と同じような気もするんですけども実は全然違うんですね。でどういう局面で違うかっていうとあの上司にほっとかれた場合なんですよその時期の何月何日に取りたいっていう指定を上司にほっとかれた場合なんですね。でああのの上司にあの 取りほっとかれた場合はこれ停止条件の考え方によるとずっと成立しないんですよ上司が「うんいいよ」っていうまではず,これずっと成立しないっていうこれ考え方になってしまうんですねで一方でこの変更権の交渉を開示条件にするっていうです、ね、考え方によれば、えー、労働者が行った時点でも成立してると。 え何月何日休むっていう効果は成立してるので上司がノーアクションであればそれでそのまま成立するんだっていうえ話なんですねで上司が時期変更権を行使することによって解除されるというですねで逆に言うと時期変更権を行使しなければでそのまま日付が経過すればそれで年金は成立なんだっていうですねいうことでまあ全く意味が違うっていうですねえことになるわけですねということでまあこの2番の裁判はまあ労働者がこれ買ったっていうですねま話になります。 まあこの部分はこれ解除条件っていうところですね、えー、言葉をこれ確認していただければいいかなと、あとまあ、承認によって成立するわけじゃないよっていうですね、えー、ところをえ確認しておいてえください。という話になります。で、次は3番ですね、まあ、時期変更権の定義っていうことで、まあ、時期指定権の効果発生を阻止するものであるということで書いております。 でまあ、どういう場合、ですね、えー、この次期指定権のまあ効果発生をまあ阻止できるかというです、ねえーまあ、ことになるわけですけども、まあ、それがその下に書いている内容ということになります。であのまあどういう場合に変更権行使されやすくなってしまうかというです、ねえー、ことですね、労働者側からすると。でまず1個がですねあの非常に長い場合ですね、2日とか3日とかじゃなくて。 まあ長期間年休を取るみたいな指定の場合です。まあ、それがですね。直訳の1年行目に書いてあるまあ、長期のものであれば、あるほどまあ、事業の正常な運営を妨げる可能性が高くなるという部分ですね。に、えー、なります。で、さらにですね。あのまあ、期間が長いと。まあその間。 のその休む労働者の仕事は代わりにこれ誰がやるんだとかですね、まあ、いろんなその業務の兼ね合いを調整をしなければいけないっていう必要が、えー、出てくる、えー、わけなんですねあの代わりのに労働者が休んでたらあのじゃあ誰が仕事するんだみたいな、えー、話になってしまうわけ、えー、なんですよ私は例えば2ヶ月間年給を取ったと、えーまあ、2ヶ月もない40日ですからね1ヶ月半ぐらいまあ取った場合にその間 えー、その間の,その収録とか誰がするんだみたいな話もなってくるわけですね当然ねあのでいや帰ってきたからしますよって言ってもいやあの収録期限過ぎてるしみたいなまあことになっちゃうので、まあ、そこでいろいろ調整しておく必要が、えー、あるわけですよねあの他の労働者が、まあ、代わりが利く仕事かとかですねあるいはこれ前倒しでやっておけることかみたいな、まあ、いわゆる事前の調整が必要だと、えー、いうことになりますでこの事前の調整をま済ませた上でいや その期間分の収録はすでに終わってるんですよとかですねあの、まあ、そういう事情があればですね、まあ、事前の調整が図られているっていうことで、まあ変まあ、それでまあ会社には迷惑かけませんよとだから取りやすくなる、えー、わけですけどもそういった事前の調整が一切なされてないと、まあ、いう場合に関してはいやそれはさすがにそんな休ませられないよっていうことであのこの変更権を行使されやすくなってしまうというですね、えー、っていう話が、まあ、下から2行目に書いてある 使用者にある程度の裁量的判断ですね。まあ、その使用者がま変更権を行使しやすいってですね、まあ、そういう意味ですね、えー、になるっていうことで見ていただければいいかなというところでございます。で四番がまその事業の正常な運営様で妨げるかどうかの判断。 材料というここでれ、ねまあ、代わりが効く仕事かとで代わりが効く仕事であればその労働者が休んでもですねあの、まあ、会社は回るわけですよね一方でまあ代わりがまあ効かないよと、まあ、代替勤務者がいないよとかいう場合に関しては、まあ、事業の正常の運営を妨げる可能性が高いっていうことで、まあ、そのまあ代わりの人間がいるかどうかですね、えー、穴埋め要因がいるかどうかっていうのも、えー、判断材料として大きいよということがえ書いてあるということでお考えいただけば結構です 以上がですねえ、次期指定権と時期変更権ということになります。で、まあ冒頭でもお伝えした通りですね。まあ、このまあ、自分が言い出さなきゃいけないっていうのが非常にネックになって、なかなか労働者が言い出せないとあの隣の。 同僚も言ってないからちょっと自分も言えないみたいな感じでまあなかなかこの年給のまあ取得率っていうのが高まってこないっていうことでまあそこでまあ後から作られたのがじゃあみんなで休んじゃえばいいんじゃないっていう話でそれが125ページの資格の2番ですねこの計画年給の仕組みということになります。で本来休む日っていうのは労働者が自ら決めるわけなんですがまあそれがまあなかなか自分から言い出すのは難しいんであればまずは労使合意で。 年給を取得する日を決めてしまおうということでその年給消化を進めていくっていうですねいう仕組みがまあ計画年給ということになります。でまあその鍵の一番に書いてある労使協定によって時期に関する定めをした場合っていうことですね。例えばあの夏休みとか冬休みの休みっていうのをまあ年給使ってみんなで休もうみたいな、まあ、そんな感じですねになります。 まあそれでまあ労使合意、労使協定によって、えー、この年金を消化する休みを決めるというです、ね、ことになります。でまあ、労使合意で決めたことですから、あのーまあ、一人一人が言わなくていいんでですね、まあ、取得がしやすいということになるということです。まあ、みんなで休めば怖くないみたいな、まあ、そんなイメージですかね。ただまあだからといって、あのー 多分20日分の年休があった場合に20日全部計画年休化されちゃうと、まあ、それはまた困るわけですよ。あのこの子どもが病気になることに備えて年休取っておきたいと思ったのに丸ごとこの計画年休で持ってかれてしまうと、えー、かえって困るっていうところがあるので、まあ、ちゃんと個人利用分は残しておきなさいよということになっています。まあ、それが効果の部部分分で、まあ、5日を超える部分 えー、5日を超える部分について、えー、計画年給化できるよというです、ねえー、ことになって、えー、おります、まあ。つまり20日待っている方の場合は5日を超えるこの15日分に関して、えー、計画年給の対象ということになりまして逆に言うと5日分に関しては計画年給の対象外、まあ、つまり個人利用分として残しておきましょうというです、ねえーまあ、そういう取り扱いになっています。 1>, あの1週間フルで休めるからっていうことですね。あのまあ、月から金が出勤日で土日休みって場合、まあ、月から金の5日間で休年休を取って土日と組み合わせて1週間丸々自分の取りたい時期に休めるということですね。ということをまあ踏まえてまあ5日にしてるということで考えていただけば、えー、結構です。<laughs> でまあ、ポイントありますが、まあ、フレックスタイム制を受けてても、まあ、フレックスタイム制ってあのその日の労働時間の決め方っていうことになりますから、まあ、これも計画年休のまあ対象にすることができるということで見ておいてください。でその1番ですね計画的付与の方式っていうことで、まあ、みんなで休めば怖くないっていう、まあ、形がですね、まあ、事業所全体休む。 まあ冬休み夏休みみみ夏たいいな感じで休むっていう方式が、えー、ありますただまあみんなで休むに限らずですね例えば判別で休むあの A 班 B 班分けてまず A 班から休んで次 B 班ですねで3番個人別付与まず A さんから休んでもらって次 B さんで次 C さんっていうふうにまあずらすことができるというずらすこともできますあの、まあ、サービス業ですとあの会社を休められないというような場合は、まあ、全体休業は難しいので判別個別に休むってですね、まあ、そういうやり方もできるということになります 126ページの、えー、2番ですけども、えー、繰り越された年次有給休,休暇がある場合っていうことで、えー、書いております。でその場合はまあ繰り越し分含めて対象になるよっていうことですね。えー、例えば、当年発生分が12日で繰り越し分が3日の場合、まあ、合計すると15日持ってるという場合ですね。で、その場合の計画年休にできるのは何日分ですかっていうと、まあ、これ7日分じゃなくて、当年発生分の12日のうち5日を超える7日分じゃなくて、まあ、合計したですね。 えー、15日に対する、えー、5日を超える部分の10日分になるよと、えー、いうことが書いてあるということは見ておいてください。で影の二番に関しては、まあ、その計画年休化された部分に関しては、まあ、労使声で決めた部分なので、まあ、時期指定権とか変更権の関係でいうと、まあ、当然行使はできないと、えー、みんなで決めたのにいやちょいと足は別の日に取らさせていただきますとかですね、まあ、できるわけないだろうってうです、ね、話になるのであの、まあ、それは、えー、変更権時期指定権とも えーまあ、行使できませんよというですね、えー、ことで、えー、なっております。っていうのがまあ計画年休なんですけどもまあ所詮はまあ労使協定でまあ結ばなきゃいけないっていうですね、えー、話もある労使合意もあるしあとまあほに自分が休,、ま、休みたい時期に取れないっていうのもあって、まあ、正直なかなかこれまで普及してこなかったんですね。で結果的にまあ取得率もあのまあ50パーいくかどうかっていうところでまあずっと推移してて、まあ、そこで あのまあ、年給の,その,元もその本来の理想的な形ですねあの諸外国みたいにあの発生したら企業に取らさせる、えー、責任を負わせる労働者が年給取れるように。 えー、労働者に年給を取らさせるっていうですね、えー、そういう義務を課すっていうふうに、まあ、したんじゃないかっていうですね、えー、話になってもう労働基準ができて、えー、もう70年ぐらいも経ってると思うんですけども、まあ、それでまあそういうまあ本来あるべき形というか、えー、のまあ一部が実現したのが資格の3番ですね、えー。この年次有給休暇の確実な取得っていうことで、まあ、2019年から、えー、施行されている話ということになります。でまあこれはまあ年給の権利のうちですねあの えー、最低5日は休ませなさいという、まあ、仕組みですね、でその責任を、まあ、使用者に課すというです、ねえー、話になって、えー、おります。でまあ、それが枠の中に書いております。まず,対象えまずあの企業でいうと、すべての企業がこれ対象ということに、えー、なりますね。でそのような対象になるのが、えー、枠の中で2行目に書いてある、えー、年給の付与日数が10労働日以上である労働者ということで書いております。 でこの重労働日以上の重労働日っていうのは1年間で発生する分が重労働日ですね、まあ、つまりこれ繰越分は含めないぞっていうです、ねえー、ことになります、まあ、当年発生分だけで重労働日ある労働者がこれ対象っていうことですねでまあその上で 1, 1年間のうちまあ最低5日はですねまあ取らせなさいというです、ねえー、ことになってます、まあ、もちろんあの個人的に取ったりあるいは えー、この計画年金の仕組みによって、あのー、5日以上取ってるよっていう場合は上げなくていいんですけども計画年金もなくてあとまあ個人からの直気指定もなくてもう。 万年0日労働者っっていらっしゃると思うんですねあの取,得に取得日数万年0日、えー、労働者もうかれこれ20年働いているのに年給を取得したことが1日もないそれは私ですみたいですそれはいいんですけど社畜っていうあれでもないんですけどあのまあなんとなく取る機会がなかったっていう、えーえー、ことでですねまあそれであとあのうちの場合あのこの法定休室のほか もうもう週休2日のもう1日の休みは自分で選べるっていう、まあ、そ内情はいいっていうですね、まあ、それはいいんですけどまあ、いうことであの、まあ、それでまあ取ってこなかったみたいな方もいらっしゃるということで、まあ、そういうもう、えー、あのほっとくともう0日になっちゃうような方をもう最低5日は取らせるというです、ねえー、ことになります。でまあなんでそんなことをするかっていうとあのまあ休み方改革って 休んで生産性を上げていこうっていうことなんですが、まあ、裏の事情としてはその年休取得率の政策目標70%っていうのがあって、まあ、そこに向けて引き上げていきたいっていうのがあったって話なんですね。まあ、それでまあこういう仕組みになったということになります。だ。まあ、その仕組みがかえって、このロ労務管理のわずわらしさを産んでると、誰が5日以上取って誰が取ってないかって企業は把握しなきゃいけないので、その面倒くささは非常にあると。 えー、思うんですけども、まあ、それでも、えー、まあ、そんな感じでスタートしたというですね、えー、ことになります。だもうと個人で取ったかどうかにかかわらずも一律一括上げちゃえばいいんじゃないのって話も、えー、あったんですけども、あのそうするとあのやすまあ、えー、まあ会社会社の活動がちょっとまんなくなるみたいな反対意見もあったりして、それであの自分で取った分計画年金含めて。 5日以上っていうでまあそれがまあ2個目のえ枠に書いてるですねまあ時期指定とか計画付与でえ与えられた分についてはまあ5日分からさっきけるよとえいうことがえー書いてえーおります。であの取らせる場合にはまあ一応あの労働者の希望を聞くっていうことですねいつ休みさいっていうふうにま労働者の希望を聞いてできるだけその通りにするという取り扱いになっております。 まあ、尊重するように努める、まあ、それが下の一番ですね意見聴取で意見の聴取でありかつ尊重っていう話ですから、まあ、できるだけってことですねだ別の日になってもしかたはないっていう部分は、えー、あるわけなんですけども、まあ、一応そういうふうになってるということになりますでこの、まあ、対象労働者に関して言うと128ページの2番ですね えー、時期指定の対象になる労働者っていうことになりますので、あのーまあ、比例扶養の対象になる労働者、えー、に関してはあのー、10日未満の扶養日数っていうのもこれありえるわけなんですよ、えー、例えば、えー、例えば比例扶養週25時間勤務で週4日勤務、えー、っていう方に関しては、まあ、最初の6ヶ月で7%、ね。7 1>, かですね、で1年6ヶ月で8日2年6ヶ月で9日ということで、まあ、当年で重労働日発生してないので、まあ、これは対象外ということになるということになります。であの繰り越し日数は含まないので例えば2年6ヶ月目に、えー、その前年分の繰り越しがあったとしてで合計で17あったとしても当年発生は10いってないので、えー、これは対象外になるということですね。で逆に言えば比例浮遊の方でも勤続年数を重ねて当年で重労働日以上いった場合はそこで指定義務が発生するということになります。なのでパートトアルバイトの 方でもまあ長期間働いていて、えー、この当年で重労働日発生してるよってことは場合はこれ指定義務のこれ対象になるっていうことですね、えー、になりますでしたがってまあそこであ、えー、5日以上付与しないと罰則の対象1人当たり、えー、30万円ですね、えー、の罰金の対象になってくるっていうです、ねまあ、そういう話になりますまあそれがですね2番の対象者の話というところで見ておいてください で3番に関してですが半日単位時間単位による、まあ、時期指定ということで、まあ10えーまあ、5日間付与するよということになっていますなのでまあ1日かける5日ってことになるわけですが、まあ、半日単位でもですね労働者が希望する分には差し支えないと、えー、1行目ですね労働者から半日の希望があった場合は半日内でもいいよということで、まあ、0.5日ってことになっています、えー、ただしあの時間単位年給で え付与するってことはこれ認めないよということになっております。まあ、時間年給はこれ全く別物ととといいいうう扱いをするこ、ね、ますで4番ですが年5日を超える時期指定の可否っていうことであの、まあ、会社側が指定するのはあくまでも5日までってことですね、まあ、そういう交流部分は本人利用分として当然残しておかなきゃいけないと。 えいうことで5日を超えるには指定できません。で、えー、5番ですが、まあ労働者が取得したまあ半日年休時間帯年休ですね、えー、になります。でまあこれについてはまあ半日は含めるってですね、まあさっきの3番と同じ考えで、例えばあのー、まあ実施指定する前にまあ労働者が半日で0.5日分取っているよと、まあいう場合に関してはまあ使用者は4.5日付与すればいいよっていうですね。えー、っていうのがまあ5番の1、2行目の話ってことになります。 えー、その、まあ、5日を見る上で、まあ、0.5日もです、ねえー、含まれると、えー、いうことですね。で一方で、まあ、時間帯に関しては例えば1時間過去年給取ったから、まあ、1時間分さっぴいて、えー、残り4日と何時間みたいな、まあ、そんなやり方はも面倒くさすぎるんで、えー、これはまあ含まれないよということになります。ここののの時期指定に関しててはは間帯年給ってのは と組み合わせるっていうのは、まあ想定していないと、まあいうことで考えていただけば結構です。で、百二十九ページ六番ですね。事業場が独自に設けている。特別休暇っていうことになりまして、例えば、まあ、もともと登記休暇が五日あるので、じゃあ、その登記休暇五日が、えー、この時期指定の五日分で、みたいなことは、まあ当然できないよっていうことになります。で、まあ、これもあの、施行直後ですね。まあ、問題になった、話で、まあ、その。 直期して施行前から登記休暇が5日間あってで施行されたことになったんでじゃあこの登記休暇の5日っていうのをそのまま時期施設の5日に置き換えちゃうみたいな動きがあったんですけどもえそれは結局あの休みが増えないいっていうことになりますでこの登記休暇がもともだったのがなくなっちゃうっていうことですからこれはあの不利益変更就業規則の不利益変更っていうことで、えー 合理性のない変更ということで、まあ、裁判になったら負けるケースですね案件なので、まあ、やめましょうみたいなお足しが行政官から出されていたって話がありますで7番ですね年給管理簿ってことで、まあ、これは各人がどれぐらい年給取ってるかっていうことですねあのちゃんと履行できる5日の指定義務を履行できるようにこの管理簿っていうのを作りなさいっていうふうになったということですねになりますで、まあ、管理簿の事項に関してはあの まあこれはあのまあ労働基準法のえまあ雑則でもありますけどもえ保存期間は原則5年え労働基準法での書類の保存期間は原則5年で,で当分の間はこれ3年間ということでまあ統一えされていますまあ賃金請求権が原則5年の当分の間3年ってなったのでえまあ関係書類に関しても同様にえ原則5年ので当分の間は実際は3年間ってですねまあ関係になってるってことでえ見ていただければ結構です で以上がまあ指定義務ってことここになりますで、まあこの指定義務が施行されて、まあ、2019年4月ですねで、まあ、1年経ったところでの、まあ、いわゆる就労条件総合調査の結果がです、ねあのまあ、この間出されましてで、まあ、それは指定義務、えー、履行された後の結果なんですけどもあの、まあ、その効果もあってこの年金取得率はあの50%台の。 まあ後半とということであの過去最高を記録したと、まあ、それがまあ50%台なんですけどね、えー、過去最高をまあ記録したっていう、まあ、効果ちょっと出てます70%には程遠いんですがあの、まあ、一応50%台ですけども過去最高っていうですね、えー、状況になっていますただまあそんなには変わってない正直そんなには変わってないとで一方で何が変わったかっていうと計画年給の 普及割合なんですねでこの計画年給、まあ、労使協定だからあのなかなか普及しないっていうことで、えー、過去のデータでは2割だったんですけども、えー、その最新のデータではこの2割が4割に跳ね上がってるんですね。でこれは確実にあの指定義務の施行の影響なんですよ。あのまあ、この指定義務5日ってことになったんで、えー、その5日分っていうのを計画年給化して付与しちゃう。 ということで、義務を履行する企業はまあ増えたってことなんですね。まあ、それでまあ、えー、導入している企業がまあ2割から4割に増えたっていうですね、えー、まあそういう背景、まあ、この辺もまあ統計対策としてもえちょっと注意しておくといいかなというですね、えー、話になります。えー、以上がですね、えー、年給のえ時期指定というところで見ておいてください。